この動画は、過去に当チャンネルでアップした該当ジャンル動画の総集編になります。常連の方、新しい動画だと思った方ごめんなさい。どうぞご了承の上お楽しみいただければ、幸いです。収束の理由。友人の話。小学生の頃、彼の町では、インフルエンザが大流行した。薬も効かず次々と学級閉鎖となる中、彼は不思議な夢を見たのだという。夢の中で、彼はいつも遊んでいる裏山の神社にいた。そこの境内には普段何も置かれていなかったのだが、夢の中では黒い大きな石碑があり、表面に何か字のようなものが彫られていた。何かの漢字熟語だったらしいが、彼には難しくて読めなかったそうだ。ただ、ひどくまがまがしい感じがして気に入らなかった。そこで彼は足元に落ちていた墨を使い、石碑に、落書きをしたのだという。気合を入れて書きまくり、気がつけば石碑の表面は、意味のない落書きで埋め尽くされていた。彼は自分の成果に満足して笑みを浮かべた。そこで目が覚めた。その翌日から、インフルエンザは急に勢力が衰え、5日もしないうちに患者は一人もいなくなった。自分でも知らないうちに、実はすごいことをしちゃったみたい。他人にこそ言わなかったが、彼はこっそりとそう考えているそうだ。ばあちゃんの秘密。怖いっつうか不思議な話。俺の家は結構でかい店をやってて、当時も従業員が10人くらいいた。夏のある日、俺が店の前で遊んでたら、おっさんが話しかけてきた。この家の子？俺がうなずくとおっさんは、私はこういうものです。と言って名刺をくれた。そして、この家の人にはとてもお世話になった。お礼を言っておいてください。と頼んできた。60代くらいで、すごく背が高くて紳士的なおっさんだった。おっさんは、ばあちゃんが店をやってた時に働いていた人だった。ばあちゃんはすごくびっくりしてた。今さらお礼に来るなんて変だ。とか不思議がってた。問題はその後、家に、おっさんの遺品だという小さいアタッシュケースが届いた。実は1週間くらい前に、ある交通事故があった。おっさんはその事故で亡くなっていたんだ。俺がおっさんから名刺をもらったのは、その事故の翌日だったんだ。つまり、俺が会ったあのおっさんは幽霊だったんだな。これも全くもって不思議なんだけど、どういうわけかその遺品が家に届いたというわけ。親父は、人様の遺品なんてもらっても困るし、気味が悪いと受け取りを断ろうとしたが、ばあちゃんが譲らなくて、結局受け取っていた。そしてばあちゃんは俺に、おっさんのことは、誰にも言うな、と脅してきた。俺は霊感とか全くないけど、本当に不思議な体験だった。で、1年ほど前、そのばあちゃんもこの世を去りました。ばあちゃんの遺品整理してたら、出てきたよ。あのアタッシュケースが。中には、俺がもらった霊の名刺と年賀状と、見慣れぬ手紙が輪ゴムでひとまとめになって入ってた。手紙の内容は、おっさんからばあちゃんへのラブレター。きっとこれはばあちゃんが大事に取っておいたものを自分でケースに入れたんだろうな。以上のことから察するに、どうやら二人は、昔浮気していたらしい。親父や親戚に見つからないよう、俺がこっそり処分しておきました。もうすぐばあちゃんの一周忌なので、文章下手だけど記念書きこ。見える村。先日体験したばっかりの霊体験。自分の実家は西日本の漁村だ。正直田舎。それもかなりの。
ご先祖様の霊魂をお迎えし、また送り出すという盆の行事も、もちろん普通に行われてる。うちの村の場合なんだが、海岸から沖に向かって防波堤が伸びてて、この一番先に門、と言っても大人がかがんでくぐれるくらいの木枠、をこさえて、その門から毎年8月7日に霊魂を迎える。防波堤は岩を敷き詰めて作ったもので、盆の間は魂の通り道になるから、生きた人は近づいちゃいけないことになってる。8月8日から14日までは、その海の目の前にある寺の墓に、安頓を持ってお参りをする。安頓の明かりを頼りに、ご先祖様が無事に家に帰ってくるように、ってやつだな。8月15日になると、その年初盆の個人の身内や仲間だけ、防波堤の門の脇から、安頓や木製の小さな船を海に流して、御霊を極楽に送る、とまあ概要はそんな感じ。で、今年はうちの祖母の初盆だったから、自分も7日に一旦帰省して、その行事に参加したんだよ。砂浜から防波堤の先端にある門の方向を向いて、住職が経を唱え、村の人間は目を閉じて手を合わせて一生懸命拝む。だが、自分は経なんて読めないし、夕暮れ前の西日がすげえ暑いし、しかも蚊がめっちゃいるという最悪な環境で、じっとしてろって無理だろって感じだった。南西の向きに防波堤が来る位置にみんな集まってて、夕日が門の向こう側から差してる。まあなかなか絶景なんだが、眩しい。目を細めてそっちを見てたんだよ。そしたら、門の横に人が見えたんだ。逆光だから黒っぽいシルエット。どうもスカートを履いてるようで、門より頭一つ分ほど背が低い。女の子だ。おいおい、ダメだろそこに立ったら。防波堤に近づいたらダメなルールだろ。子供でも怒られるって。と思って周りを見回すが、みんな拝むのに必死で誰もそっちを見てない、というか気づいてないっぽい。正義感の強い自分は、隣にいた母親に聞くるわけだ。ちょっとお母さん、あれ見てよ。と。怪訝そうにそちらに視線を上げる母。な?と、ドヤ顔の自分。眉間にシワを寄せる母。満足げに再度門に視線を預ける自分。あれ?いない。女の子、いなくなってた。門の付近を何度も目を凝らしながら探すが、やっぱりいない。もしかして、これはもしかしてというやつか?母は、真面目にせえ。と呆れてつぶやいた後、また念仏に没頭していった。諦めきれない自分はその女の子を視線で探し続けた。そしたら、その子が防波堤と砂浜の付け根あたりにいたんだ。行が終わるまでじっとその子を見てて、終わってから母に、さっきあの子が門のところにいたんだ、って言ったんだが、母は、はいはいって感じで相手にしてくれなかった。次の日から自分はまだ仕事があったので、その日はそれで今住んでる町に戻って、それからまた地元に帰ってきた。それが14日。その日の墓参りは自分が行くことにした。安頓を墓の上に乗っけて、線香を立てて、花に水やって、って。作業自体は5分もかからん。誰か知り合いでもおらんかと思ったが、いるのはじい様ばあ様ばっかり。で、その寺なんだが、墓全体と海岸が望める位置に、ベンチと灰皿がある簡単な休憩所みたいなのが備え付けられてるんだよな。だから自分もそこに座って、海岸を眺めながらタバコを吸ってたんだ。そしたらさ、7日に門のところにいた女の子がいるんだよ。でっかい墓の陰に隠れるみたいにしてしゃがんでんの。隠れんぼか?って思ったんだが、その子くらいの年齢の子供って、ほとんどいないんだよなこの村。自分が子供の頃ですら、近所に同じくらいの歳の子供なんて、5人いたかなって感じだったし、20年以上経った今ならもっと少ないのかもしれん。しかも盆のこんな行事だ。
自分も子供の頃はほとんど参加したことはなかった。だから、あの時浜でも、子供はあの子しか見かけなかったし、その時もあの子しかいなかった。多分家族に連れて来られたんだろうが、暇を持て余してんだろうな。遊んでやろうかな、と思ったんだが、その後すぐに住職が来て、立派になったなぁとか、今どこに住んでるとか話しかけられて、機会を失ってしまった。その帰り際に、あの子どこのお子さんですか？って住職に聞いた。まだその子はでっかい墓の脇にしゃがんでたから。そしたら、住職がそっち見て、ああ、ってちょっと嬉しそうに笑ってから。あの子は、〇〇さんとこのお嬢さんやで。こないだこっちに帰ってきたんやな。で、自分は〇〇さん知らなかったんだが、帰ってきてるってことは、〇〇さんとこも都会に出てるんだろうな。そこの子供なら、ここの風習も知らないだろうし、門に近づいても仕方ないわな。だから住職には、その子が門に近づいてたことを黙っといてやることにした。帰ってから母に、あの時門のところにいたの、〇〇さんとこの娘さんだったみたい、って言ったら、母も、あの子も帰ってきてんね。で、嬉しそうにしてた。で、次の日、うちの祖母も極楽に行ってもらわにゃならんので、お送りする行事はちょっと真面目に参加した。浜に着いた時なんとなく周りを見回したが、〇〇さんとこのお嬢さんとやらは、どうも今日は来てないみたいだった。まあいろいろやってから行灯流して無事終了。今年はどうやら風も波もいいみたいで、うちの祖母の行灯も、他の一軒分の行灯も、途中で沈むことなくどんどん沖に流されてった。帰り道、母親がめちゃ上機嫌でさ、どうしたん？って聞いたんよ。そしたら、おばあちゃんも〇〇さんとこのお嬢ちゃんも、ちゃんと極楽に行けたから。で、春に交通事故で亡くなってたらしいわ、その子。ボンで帰ってきてたんだろうが、当たり前に霊が存在するうちの村って、ちょっとすげえって思った。よそではよく、子供の方が感受性強いから見えるというが、うちの村では、霊がいるのが当たり前だって認識だから、年取るほど見えるようになるらしい。都会だと霊がいないってのが常識になってるから、大人になるほど見えなくなるんだと。確かに自分も子供の頃は人魂しか見たことがなかったんだが、学生の頃にいとこが死んだ時は人影が見えたし、今年に至っては人と間違うくらいに見えてた。しかし悪意がない霊ならいいんだが、怖いのまで見えるようになったら、マジでシャレにならんな。だけど、自分が見たことあるのは村の中だけ。ある種の集団催眠みたいなもんなんかもしれん。小学校時代同級生が亡くなった時は、その子の四十九日が済むまではずっと席もそのままで、出席も取ってた。遠足のバスの席も確保されてたよ。そういう刷り込みみたいなのも関係してるのかもしれん。生まれも育ちもこの村の母親は、墓石に挨拶するレベル。それが普通と思ってて、結婚相手の家の墓参りに行った時、墓にこんにちはしたら、姑にドン引きされたらしい。やっぱりうちの村は、ちょっと普通じゃないのかな。守護霊未満。数年前に亡くなった祖父の話。婿養子だったので若い頃には色々と苦労もあったらしいが、酒好きで社交的なじい様だった。葬式には、式場の人がびっくりするほどたくさんの参列者が来てくれたほか、天気予報では降水確率 0% だったのに、急なにわか雨からの出棺の時に見事な虹が出たのが印象的なくらいで、その後は家族の夢枕に立つこともなく、あの世ライフを満喫してるんだろうなぁ、と言っていた。
祖父が亡くなる少し前から母親が体調を崩していて、葬式の時もかなりしんどそうだったのだが、発盆が過ぎても良くならず、むしろ悪化する一方だった。更年期と鬱のダブルパンチとのことだったが、あんまりしんどそうなんで、知り合いの勧めで拝み屋さんっぽい人のところに行くことになった。家族全員で来てください、と言われたので、両親、祖母、自分の5人で、八丈間の中央にきらびやかな祭壇っぽいものがある部屋に通され、出てきた拝み屋さんというのはかなり高齢のおばあさんだったが、こっちを見るなり、ああ、みたいな顔になった。いわく、亡くなったおじいさんが、具合の悪いお嫁さんを心配されて、ついてらっしゃいます。ただ、具合が悪くなったのは、おじいさんが亡くなる前からではないですか。心配したまま亡くなって、そのままついていたため、ちゃんと修行をなさっていないので本来なら守護するところが、逆にお嫁さんの負担になってしまっています。つまり、成仏してから子孫を見守るのが守護霊なんだけど、ちゃんと成仏しないまま母親に乗っかってた。重い。と負担になっていたと。母親は嫁入りして以来ずっと祖父母と同居していたんだが、自分も婿入りで苦労しただけに、祖父的には色々と心配だったらしいのだが、その心配が完全に裏目に出てる、という拝み屋さんの解説を聞いて、母親と自分は、守護霊なのに逆効果って、とポカーンとなり、祖母と父親が、あの人何してんだ、と遠い目になってた。そういえば手先は器用だが、何かするたびに必ずどこか怪我したりするうっかりじいさんだった。とりあえず、祖父には修行をやり直すために、一旦あの世に帰ってもらいましょうとのことで、お祓いっぽいものを受けてつつがなく帰宅。その後は、母親がいきなり回遊、とはいかないものの、水すら飲みたくないというほどの最悪のうつ状態は脱して、徐々に起き上がれるようになってきた。あと、お祓い後に初めて祖母が祖父の夢を見たとき、照れくさそうに笑ってるだけだったそうだ。真面目に仏様の教えを聞いてきなさい。と、祖母は毎朝仏壇の祖父にお経をあげている。怖いお金。俺に起きていた、ちょっと不思議なお金の話。小さい頃は姉と二人部屋だったんだけど、部屋によく小銭が落ちてた。一円玉や十円玉が多かった。よく母ちゃんには、なんであんたたちの部屋にはいつもお金が落ちてんの？大事にしなさい。と、怒られてた。中学の時、トイレで踏ん張ってて、気がついたらトイレットペーパーの上に、一円玉が山盛りになってた。合宿中にシャワー浴びてたらチャリーンと音がして、十円玉が落ちてきたこともあった。その十円玉を拾って部活仲間に、落ちてきた、と話したら、またチャリーンと天井から十円玉が降ってきた。怖かったから、この20円は公衆電話で使った。高校から一人部屋になったが、数ヶ月に一回くらいか、思い出したように、たまにお金が落ちてくるようになった。バイト中、そのことをチーフに話してみたら、チーフは、そんなの作り話じゃん。と笑った。その瞬間、完璧なタイミングで、チャリーンと100円玉が落ちてきた。無言でチーフと顔を見合わせたのを覚えている。以降、バイト先でもよくお金が落ちてくるようになった。休憩中、飲み終わったコップの中に、一円玉が山盛りになってることもあった。この時もチーフが一緒だった。俺が、自作自演じゃないですよ、と言うと、チーフは、わかってるよ、と怒った。怖かったらしい。この時は自分の部屋にいる時も、月1くらいか、頻繁にお金が降ってきていた。小銭はたまにボロッボロのもあったけど、昔のお金とかではなかった。でもある日、制服をクリーニングに出したら、
ポケットに入ってましたよ。と、100円札が現れたことがあった。もちろん俺は入れてないし、100円札もこの時初めて見た。これは親戚の子が欲しがったからあげた。大学に受かり、引っ越すことになった。部屋を片付け、勉強机も捨てようとして、机の上に敷かれていた世界地図をどかして驚いた。その下には大量のお札があった。全部9札。不意のお金の出現には慣れていたが、これには背筋が凍った。家族は誰も怖い話とか信じないので。銀行行ったら変えてくれるぞ。と、全く気にしてなかった。そのお金は両親に預けて、俺は東京での新生活へ。それからお金が落ちてくることはなくなった。チーフは、お前が前世で金貸しをしていて、貸した人が今になって返しに来ているのでは？と、推察していた。チーフは俺と出会って以来、オカルトに興味を持ち、いつの間にか前世やオーラにかなり詳しくなっていた。俺が人生で最も影響を与えたのは、間違いなく、チーフ、あなただろう。何のオチもなくてごめん。実害も何もない。ほんと、たまにお金が落ちてきただけの話です。あの子がいたき。俺が小2で8歳の頃の体験。よくある話だが茶受けにしてくれ。俺はその当時、週末や祝日になれば、兄貴と一緒によく祖母の家に泊まりに行ってた。田舎だがかなり広い家で、何でも亡くなった祖父は、代々近隣の土地を持ったお金持ちだったみたいでな。山とかたくさん保有してて、まあ平たく言うと地主みたいなものだった。なので実家付近に住む古い人間には俺の祖父を知らない者はいないくらいで、亡くなった〇〇の孫ですって言えばチヤホヤされるような、ちょっとした子供なりの虚栄心を満足させてくれる環境だった。昔よくしてもらったという理由で、駄菓子屋では1日3個までお菓子無料でくれたりね。無論、俺と兄貴が調子に乗って毎日たかるような真似をしなかった、というのもあっただろう。まあ前置きはともかく。これはそんな田舎のお盆の時期の体験。うちの田舎ではお盆になると決まって親族一同で集まり、祖父やご先祖様の墓参りをするのが恒例。俺と兄貴は祖父からの直系の血筋というのもあり、かなり可愛がられていた。というか他の親族には孫とかが少なく、こういう行事にも進んで参加する子供もいなかった。俺たち兄弟はさぞいい子に移っただろう。まあそんなこんなで、昼は墓参り、夜は実家で宴会というのはお決まりでした。夜中になってもそれはずっと続いてて、兄貴は先に寝てしまった。俺はなかなか寝つけなかったから、縁側で鈴虫の鳴き声聞いたり、遠くに見えるホタルとか見て一人で喜んでた。しばらくして、遠くに白い何かが見えた。光ってるわけじゃないけど、夜の暗闇の中にいるそれは、はっきりとした白い何かだった。お盆の時期、夜、そしてすぐ近くにはお寺、と、ここまで条件が揃えば子供にだってわかる。あれは幽霊だってね。でも、不思議と怖くなかった。縁側のすぐ後ろでは大人たちが酒を楽しく飲んでうるさかったから、とかじゃなく、なぜだか怖くなかった。ぶっちゃけ霊感とかそういうものがない人間だったから、そういうのに対する恐怖感が薄かったとかもあったのかもしれないな。よく見るとその白いのはワンピースで、幽霊が小さな女の子だってわかった。当時の俺が見て小さいと認識するくらい小さな女の子だった。顔はなかった。何にもなかった。のっぺらぼうだったんだ。でも、怖くなかった。俺は縁側にあったサンダル履いて、無謀にもその子に近づいていったんだ。今なら絶対できないくらい、無謀というか無知というか、まあ恐怖感がなかったからできたんだろう。そうすると、
女の子は背を向けて走っていった。正確に言うと、走ってるんじゃなく、滑るようにというのかな。女の子は寺の方に向かっていた。俺は大人に見つからないようにして、その子を追いかけて寺に入った。その寺は規模こそ大きいが、あるのは墓石ばかりの、飾り気のない典型的な田舎の寺だ。さすがに夜の寺は不気味で、その時になって思い出したように怖くなってきた。裏門から入りその子の背中を追いかけていくと、墓場の中心にある巨木までたどり着いた。大人が七八人手をつないでようやく輪を作れるくらいのかなりでかい木。これがまた夜になると、凄まじく不気味で恐ろしかった。ビビりながら周囲を見回すが、そののっぺらな女の子はいない。ふと、上を見上げると、女の子は木の上にいた。太い枝に腰掛けて、じっと俺を見ていた。近くでよく見ると、手足の先端がなく、藁人形みたいな感じで、かなり不気味ないでたちだった。でも、やっぱりその女の子自体は全く怖いとは思わなかったんだ。俺とその子は、長いことそのまま見つめ合っていた。しばらくして、俺がいなくなったことに気づいた大人たちが大慌てで寺にやってきて、軽く怒られてその夜は帰った。帰りがけに振り返ると、もうその子はいなかった。次の日の昼間、俺は寺に遊びに行った。そこの年取った坊さんに、〇〇の孫です、と、決まり文句言って頭を下げたら、祖父をよく知っていると言って、懐かしみながら話を聞いてくれた。8歳の子供の下手くそな説明にもかかわらず、坊さんは、うんと納得したようにうなずいて、そりゃきっとバツバツさんとこの〇〇ちゃんだな、と聞かせてくれた。聞くところによると、数ヶ月前に女の子が病気で亡くなったらしい。病名は教えてくれなかった。その子はいつも元気いっぱいで、小さいながらも山に登って遊んだり、お気に入りだった、あの木によく登っていたんだって。んで、着ている服はいつも白いワンピースだったらしい。盆の時期に帰ってきたはいいが、何やら楽しげな声に誘われて、ふと君の家を覗いてしまったんだろうな。と、坊さんは言ってた。怖くなかったということも伝えると、そんなことする子じゃなかったからね。と言っていた。寂しいからって生きた人間を連れ帰るような真似はしないってことかと、しばらくして分かった。しかし坊さんはこの後、恐ろしい事実を俺に教えてくれた。君が取り憑かれなくて、本当に良かった。俺を払いできねえから。え？ほんと取り憑くような悪い例じゃなくて良かった。坊さんの苦笑いを見ながら心底そう思った。ちなみにその子は翌年と翌々年、盆の晩になるとその巨木に現れ、その度に俺たちは何をするでもなく、ただ見つめ合っていた。でも、その後の年からは、女の子を見かけることはなくなった。なぜなら、その巨木は切り倒されてしまったから。家や寺の周り、遺産で分けられた祖父の土地を親族が売って、ゴルフ場とか老人ホームが近辺に作られて、よそ者が頻繁に出入りするようになったんだけど、幽霊が出るってのが具合悪くなったらしい。今でも墓参りするたびにあの木の切り株を見ると、あの女の子を思い出して、なんとなく寂しい気分になる。神様のいたずら。彼女に振られた腹いせに、一人車で、ずっと山の方までドライブした。行き先なんてどうでもよくて、ただただ道を走る。目的地なんて特にない。そのうち知らない村の道に入ってることに気づいた。随分田舎に来たな。そろそろ休憩するかと思い、自販機で適当な飲み物を買って、近くの小さい神社で一服することにした。
田舎の空気を存分に味わいながら、俺、何やってんだろうな、みたいにいろいろ考えてたんだ。そしたら、後ろから人の気配がする。振り返ってみたら、ジブリ作品にでも出てきそうな見事な坊主頭。古き良き日本という言葉が似合いすぎる少年が一人。日はまだ落ちきっていないとはいえ、時刻は7時半。子供をこんな時間に遊ばせるわけにいかないなと思い、おーい、何やってんだ?なんて声をかけたら、その男の子、ニコッとしたの。可愛い笑顔だなぁ、なんて思ってたら、その子が、ついてきて?なんて言って、神社の裏の獣道を走って行ってしまった。俺も昔こういう遊びが好きだったもんだから、なんだかワクワクしながらついて行ったんだ。狭い藪の道を突き抜けて、つまずいて転んだりなんかして、俺自身、まるで幼い頃に戻ったみたいな感覚になっていた。で、気がついたら、知らない家のトイレ使ってた。しかも全裸で、しかも台の方。慌てて服を着て扉を開けると、家の主であろうじいさんとばあさんが、心配そうな顔で俺を見て、大丈夫かい?なんて聞いてくるから、事情を説明してもらった。なんでも俺がいきなり裏の林の中から現れて、うつろな目で服を脱ぎ始めて、そのままトイレに直行したそうだ。その挙動不審さ加減から、ただごとではないと悟ったじいさんが、警察沙汰にはしてくれなかったんだが、俺がトイレに入ったまま1時間ぐらい出てこないから、心配してたんだそうだ。で、俺が覚えてる限りのことを話すと、あんた狐に化かされたんだよ。ここの神様はいたずら好きだが、人を恨むようなことはしないから安心しなさい。と。これが俺の人生初の霊体験。それから一応神社まで行ってお参りして帰った。ばあさんの作ってくれたタケノコご飯、また食べに行きたいと思ってるんだが、なぜだか、その村に行く道を思い出せないんだ。河原家のお狐さん。小学生の頃、学校の畑を掘ったら、土の中から陶器の狐が出てきた。真っ白の河原家でできた狐のお面みたいなやつで、他にもたくさん出てきて、七福神やら打ち出の小槌やらの縁起物もあった。小学生だから、これはお宝だ、と、気に入ったものを勝手に取って持ち帰った。狐は一つしかなかったが、掘り起こした私自身が手放さなかったのと、他の子が、釣り目で怖い、と言って嫌がったので、私はお狐さんを喜んで持ち帰った。近くで見ていた先生も、特に何も咎めなかった。で、帰ってからしばらくは大事に大事に机の引き出しに入れておいたんだけど、中学に上がってから、テレビで人形供養とかそんな番組を見て、私のお狐さんも神社に納めた方がいいんじゃないか、と思い始めた。そもそも、その畑に埋まっていたものは何なのか、大人に聞いてみたが、よくわからないとの答えだった。でも、地面に埋まっていたものなら、神社かどこかにお返しした方がいいかもしれないということになった。ちょうどこの時、家族で京都に旅行する予定があったんだ。狐なら稲荷神社がいいだろう。どうせなら総本山の伏見稲荷がいいのでは?と、旅行に河原家のお狐さんも持って行った。お狐さんが手元からなくなってしまうのは寂しかったけど、潮時かなとも思ったし、伏見稲荷に行くのはすごく楽しみだった。旅行当日、割れたりしないよう厳重にくるんだお狐さんをバッグに入れて、行きの新幹線で爆睡中の私。その夢に茶髪の兄ちゃんが出てきた。夢の中で、現実と同じく京都行きの新幹線に乗ってるんだけど、乗客が私とその兄ちゃんしかいなくて、二人で向かい合わせに座ってる。
兄ちゃんはジーパンに白い T シャツ、腕には紫色のリストバンドをしていて、色白だったのを覚えている。その茶髪の兄ちゃんが、困り顔で私に言った。あのさ、神社行くのはいいけど、伏見はやめようぜ。嬢ちゃんも、急に偉い人んとこ行けって言われたら困るだろ。俺、ずっと地元にいたいのよ。のんびりしてーの。な。頼むよ。兄ちゃんの紫色のリストバンドは、お狐さんが割れないよう引き出しの中にしまっていた時からくるんでいたものだった。京都について伏見稲荷には言ったけど、お狐さんを収めるのはやめにして、神社の人に、こういうものがあるのだけどどうすればいいですか?と、質問するだけにした。神社の人は、ご近所の稲荷神社か氏神様にお納めください。と教えてくれたので、帰ってから地元の稲荷神社に持っていくことにした。京都から戻り、地元のお稲荷さんに行く前日、また夢にあの茶髪の兄ちゃんが出てきた。世話になったなぁ。これ、嬢ちゃんに返すな。と、紫色のリストバンドを夢の中で私に返してくれた。翌日、お狐さんは無事に地元の稲荷神社に納められた。あんまり怖くないけど、不思議な話かなと思ってここに書きました。喫煙所にて、駅の構内の喫煙スペースで、私はタバコを吸っていました。喫煙スペースといっても田舎の駅なので、ホームの端っこにポツンと灰皿が設置してあるだけの簡易的なものでした。すると、小綺麗な老紳士といったいでたちの男性が後からやってきました。軽く会釈をすると、彼は懐からタバコの箱を取り出して、タバコを口にくわえました。手を滑らせた男性の手から落ちた箱が、蓋の開いたまま私の足元に落ちたので、私は拾い上げて蓋を閉めて返そうと思ったのですが、奇妙なことに気づきました。確かに男性はその箱からタバコを取り出しました。しかし、20本入りのその箱の中には、ぎっしりタバコが詰まっており、一本も取り出した形跡がないのです。妙だなと思いながら、男性に箱を返そうと彼の顔を見ると、どこかで見覚えのあるような気がします。ぶしつけにも彼の顔を見ながら、どこかでお会いしたでしょうか?と、尋ねました。男性は、私も年なもので、最近はとっさに人の顔を思い出せないのです。でもこの狭い片田舎ですし、どこかでお会いしたのかもしれませんね。と、にこやかに返してくれました。それから妙に話しやすい雰囲気の彼に、私は世間話から普段誰にも言わないような仕事の愚痴まで、自分でも私はこんなにおしゃべりだっただろうかと思うほど、いろいろな話をしました。彼はそんな私の話を嫌な顔一つせず、ニコニコ笑いながら時折相槌を打ちつつ聞いてくれました。先にタバコを吸い終わってしまった私は彼に、またどこかで会えたらいいですね。と、お決まりの文句を口にして、彼に背を向け改札に向け歩き始めました。不思議と懐かしい気持ちにさせてくれる人だなと思いながら2、3歩進んだあたりで、ふとあることを思い出しました。幼い頃、よくタバコをふかしながら遊んでくれたおじのことです。おじは私が大学2年の時にすでに他界していました。私が反射的に彼の方を振り返ると、まるで私が振り返ることが分かっていたように目が合いました。そして頭に乗せた山高帽を軽く持ち上げ、お元気で、と、にこやかに笑いました。人違いかもしれないということもあり、私はそのままホームを後にしました。駅のホームは小高い場所にあり、改札を出て喫煙スペースのあるあたりに目をやると、彼はもういませんでした。田舎のホームなので改札も出入り口も一つしかなく、電車もその間入ってきていなかったと思います。しばらく出口で彼が出てくるのを待ってみたのですが、
やはり一向に出てくる気配もありません。きっとあれはおじだったのだな、と、自分の中で納得して駅を後にしました。後日、おじの墓参りに行きました。おじの大好きなタバコをお供えして、不謹慎とわかりつつも墓前で一本タバコに火をつけ、幼い頃の話をしました。私はなんだか満たされたような気持ちになりました。タバコの煙が、懐かしいおじの香りを思い出させます。あれからも毎日私はあの喫煙スペースで、おじにまた会えないだろうかと思いながらタバコを吸っています。おじにまた会えた時に話す、懐かしい思い出話を選びながら、船の上。昔の話なんだけど、夢に出てきて思い出してしまったので10日。故郷では初盆に船を海に流す風習がある。精霊流しと似てるけど別の行事。行事なら寝そべることができそうな大きさの木製船で、新しい白装束とわらじ、盆菓子や果物などを入れて、船の周囲に枠を組んで、多数の小提灯で飾り立てるんだ。流した時に提灯の火が燃え移って炎上したり、船が沈むととても縁起が悪いので、提灯の飾り付けには細心の注意が必要になる。縁起が悪いとされているだけで、特に何かが起こるわけじゃないけどね。俺が小さい頃に、祖母が亡くなったので船を流すことになった。我が家は祖父が器用な人だったので、流し船は業者に注文するのではなく祖父が設計して作り、わらじも祖父が手編みしたものが入れられた。当日、鳩場には漁船が来て、流し船を海に浮かべる作業をしていて、当時は漁師だった父もその作業を手伝っていると聞いていたので、近くへ見に行きたかったけど、母に、危ないからうろうろしないで。海に落ちたらどうするの？と叱られて、しっかり手を握られていたため見に行けなかった。だから真っ暗な海を流れていく船を眺めていたんだ。提灯で薄ぼんやり輝いていて綺麗だったんだけど、よく見たら竹の船の上で、何か物色している黒い人影に気づいた。盆菓子や果物を食べてるんだな、と俺は思った。しばらくすると、人影は軽い身のこなしで別の船に飛び移った。物色して欲しいものが見つからなかったのか、腹いせに提灯を叩いたから、その船の提灯が大きく揺れて、火が燃え移って炎上した。真っ黒で表情は見えないけど、なんとなく人影が笑ったように感じられた。ここで俺はやっと、なんで真っ黒なままなの？って気づいた。提灯の火に照らされたら普通は姿が見えるよな。でも人影は黒いシルエットのままで、俺は急に怖くなって。船に誰かいるよ。って、母に訴えたんだけど。いるわけないでしょ。乗っていたら海に浮かべる前にわかる。と笑われた。どうやら母には見えていないらしかった。でも人影が祖母の船に飛び移って、わらじを手に取った途端に。ええ？って、びっくりしたような顔をしたんだ。後で聞いたら、母には空中にわらじが浮き上がったように見えたらしい。俺には、人影がわらじを手に取って吐きたそうにしてるように見えてた。冷静に考えたら、人影がわらじを手に取っても、位置的に、わらじを目視するのは提灯に阻まれて無理だったはずなんだけど、その時は人影がわらじを掴んでいることが確信できたんだ。怖くて声に出せないけど心の中で、おじいちゃんがおばあちゃんのために作ったんだからダメ。と、念じていたら、なんでだか、人影がこっちを見た気配がして、船底にわらじを叩きつけ、そのまま怒ったみたいに提灯も叩かれた。でも提灯は少し揺れただけで、ろうそくの火は燃え移らなかった。祖父が頑張って組んだ枠に、しっかり繋がれていたからだと思う。何回か叩いていたけど、やっぱり燃えなかったのが悔しかったのか、
人影はぴょんぴょん船を飛び移りながら遠ざかっていった。それだけのことなんだけど、小さい俺にとっては怖かった思い出。あれは、自分の船を用意してもらえなかった無縁仏だったのかな。現在では環境保護がどうのこうのってことで、船には何も積んではいけないことになったので、あの人影が来ても、もう何も食べられないし着物や履物も手に入らない。そう思うと、少しだけかわいそうな気がしないでもない。今思えば、その時立派な船を作った祖父に教えてあげればよかったのですが、まだ小さくて怖いと思う気持ちが勝っていたため、祖父には言えませんでした。もう祖父も亡くなっているので、何も言えないのが残念です。神社の女の子。友人たちと、京都の山の方にある神社に行った。割と有名なところだから、他にも観光客はいっぱいいて賑やかな中、変わった女の子がいたんだ。目が合ってからなんかついてくるんだけど、話しかけられても声が遠くてよく聞こえないし、何より、ぴょーんと一回ジャンプするとめちゃくちゃな跳躍で。さらに、同行した友人たちは、その女の子のことを見もしなかったから、ああ、人間じゃないのかって思った。霊感とかないはずなんだけど、不思議とその、明らかに人間じゃない女の子のことは怖くなかったんだよね。神社まで、川がすぐそばを流れてる山道を歩くんだけど、天気も良かったし、すごく景色がいいというか雰囲気がいい感じで、いいところだねー、って、友人と話してたら、そうだろうそうだろう、って、女の子は嬉しそうにぴょーんと跳ねてた。神社自体は、その昔は牛の国参りに来た人もいたとかで、かけられた絵馬も、誰それが別れますようにとか、そういうドロドロした内容ばっかりで、友人たちもちょっと気味悪がってた。でもなぜか俺には、すがすがしくて綺麗な場所だと思えたんだ。神社にお参りした後、すぐそばの川で、大学生くらいの集団が足を水につけてバチャバチャ遊んでたわけ。暑い日だったし、そのあたりは水深もせいぜい足首くらいしかない浅瀬で、楽しそうだから友人たちと便乗したんだけど、靴も靴下も脱いで足をつけたら、あんなに暑かったのに、川の水はめちゃくちゃ冷たくて痛いくらいだった。で、実は2年近く前から、左足の中指だけ皮膚病でただれてて、いくつかの皮膚科に行っても全然治らなくって、おかげでサンダルも履けずにずっと悩んでたんだけど、それを見た女の子が、治してあげる。って言ってきた。治してあげるから、もうしばらく川の中にいろ。って言われて。まあ急いでなかったし、友人たちも川遊びが楽しいみたいだったから、神社のそばの川だと水がきれいだったりすんのかなぁ、って、のんきに川の中をパシャパシャ歩いてた。観光に来てたから、その後も他の神社やら寺やらを巡る予定で、ひとしきり遊んだら山を下り始めたんだが、女の子が途中までついてきて、もう行くの？また来るよね？って何度も言ってきた。何か気に入られたんだろうか、と、不思議に思いながらも、友人が、エマは怖かったけど、いいところだったねー。って言うから、そうだね。また来たいね。って返したら、女の子は、本当？本当だよね？って、何度も言ってた。そしたら、本当にその日から、あんなにただれてぐちゃぐちゃだった中指の皮膚が、綺麗になったんだよね。毎晩痒くてかきむしっていたのに、もう少しも痒くなかった。たった数日で、跡形もなく治ってしまったから、本当に川の水とか、あの女の子とかが治してくれたのかもしれない。あれからその神社についていろいろ調べてみたりしたんだけど、結局女の子の話とかはわからなかったし、わかったことといえば、やっぱり呪いや牛の国参りで有名ということくらいだった。しょっちゅう行けるような距離でもないし、
おまけに友人たちはエマを気味悪がってたし、もうついてきてくれそうにないから、次は一人旅になりそうだけど、いつかまたお礼に行きたいと思ってる。この子ですか？2023年3月12日。10年以上前、俺が就職してすぐの話。当時、俺はシステム開発系の会社に勤めていたんだが、いわゆるブラック企業で、深夜残業、徹夜をしまくっていた。幸い残業代は出る会社で、お金は結構貯まっていった。8ヶ月くらいそんな生活を続けていたら、1週間くらいの休みを取ることができた。夏季休暇が取れなかったのでその代わりだったのだが、せっかくだから旅行に行こうと思い、空いてる友達を探したが、中途半端な時期だったため、土日しか空いている奴がいなかった。せっかくの休暇だし人の少ない平日に行きたかったので、一人旅にすることに決めた。場所決めのためにいろいろネットを使って探していい旅館を見つけた。何の観光地もないところにある旅館で、格安だった。なんでそこに決めたかというと、なんと、そこは、一人でも、ピンクコンパニオンを呼べるのだ。しかも二人も、批判は受け付けない。俺も男だ。ピンクコンパニオンの料金は高かったが金ならある。旅行当日に旅館の最寄りの駅まで行き、そこからレンタカーで旅館に向かった。最寄りの駅といっても、旅館まで車で1時間以上もかかる山の中だった。途中では特に観光地には寄らなかった。観光地と呼べるような場所ではないこともあったが、そもそも俺の目的はピンクコンパニオン。ただそれに尽きる。旅館に着くと、想像していたよりは立派な作りの旅館だった。ネットの写真通りといえばそうなのだが、ネットの写真なんて大概は、大昔のまだ綺麗だった頃の写真の使い回しで、観光先もなく、格安でピンクコンパニオンを売りにしているくらいだから、旅館自体は今はボロくて大したことないだろうと思っていたから得した気分だった。車を駐車場に止めて旅館に入ると、すぐに着物を着たおかみさんらしき人が出迎えてくれた。少しやつれた感じがあったが、とても綺麗な方で40前半くらいに思えた。わざわざ玄関で両膝をついて出迎えてくれて少し感激だった。ちゃんとしてるじゃん、って感じだった。部屋は1階で、外には手入れされた庭も見えた。部屋の設備などの案内もしてもらい、最後に夕食が部屋に19時に運ばれることと、夕食の際に頼んでおいたピンクコンパニオンも来ることを教えてくれた。コンパニオンの説明の時のおかみさんは、悲しそうな、残念そうな、恥ずかしそうな、微妙な表情になっていた。おかみさんにとっては、ピンクコンパニオンを売りにしていることは不本意だが、背に腹は変えられないといったところなのだろう。だが、こっちだってこんな美人なおかみさんから、ピンクコンパニオンの説明を受けるとは思っていなかったから恥ずかしかった。まだ16時くらいで19時までは3時間くらいあったんで、近くを散策しようと思い、何か近くに観光地がないかおかみさんに聞くと、少し困ったような表情で民族資料館と景色がいい場所を教えてくれた。事前に調べてはいたが、本当に何もないらしい。まあ、暇だしと思って、とりあえず教えてもらった民族資料館に行ったが、予想通りつまらなかった。その後景色のいい場所を回ったが、紅葉の時期を少し過ぎていたこともあって、こっちも大したことなかった。ただ道中には、シャッター通り化していたがお土産屋の通りみたいのがあって、昔は観光地だったのだろうという面影があった。あと少し山の中に入ったところにお寺が見えたんで行ってみたら、廃寺？廃寺だったんで超ビビった。なんかもう全体的に廃れてた。結局2時間も散策せずに戻って、19時まで部屋で仮眠していた。そして19時。その時は来た。
ノックされたドアを開けると、おかみさんと料理人みたいな人がいて、その後ろには、やたらと丈が短く胸元も大きく開いたピンク色の着物を着た女性が二人。まさに、ピンクコンパニオン。夕食時に来るとは聞いていたが、同時に来るのかよ、と、思わず内心突っ込んだ。その後はコンパニオンがテンション高く部屋に入り、両脇から俺に胸を押し付けて腕を組み、テーブルの前に座らされると、おかみさん自らと料理人が夕食を部屋に運び入れてくれて、おかみさんがテーブルに頼んでおいたかなりの量の酒と料理を並べている間に、料理人が淡々と料理の説明をしてくれた。その間コンパニオンは、美味しそう、とか、これ食べたい、とか言っている。実際ボリュームもそれなりにあってうまそうだった。ただ、コンパニオンの言動には何の反応も示さないおかみさんと料理人。おかみさんは準備が終わると俺と目を合わせることなく愛想笑いを浮かべており、俺も苦笑いしか作ることができず、その間もコンパニオンは無駄にはしゃいでいて、なんか色々カオスだった。高級旅館のプライドを捨てられない転落した旅館って感じだ。だがしかし、おかみさんと料理人が吐けた後は天国だった。コンパニオンの二人は二十歳と言っていたが、かっこ絶対嘘。綺麗で愛想もスタイルも良かった。最初は三人で楽しく酒を飲みつつ地の料理に舌鼓。夕食をあらかた食べ終わった後は、いろいろ始まった。どんなことをしたかというと。残念ながら、当チャンネルでは都合により割愛させていただきます。ということで、大満足だった。彼女たちが帰った後、庭に面した縁側っぽいところに置かれた椅子に座って、心地よい疲労感と満足感を感じながらタバコを吸っていると、よく手入れされた庭に、10歳前後と思われる子供がいた。誰かいるなんて思わないから超ビビった。その子供がゆっくりと俺を指さし、ニヤッと笑って、どこかに行ってしまった。ショックだった。塀もあったし、隣の部屋との境もあったから、庭に侵入されるなんて普通まずありえない。先ほどまでのランチ期騒ぎを人に見られているなんて思いもしない。あんな子供にさっきまでここでやっていた。あんなことやこんなことを見られてしまった。やらかしたなぁと思いつつ、そもそも庭に子供が侵入できるのが悪いよね。と思いながら、その日は寝た。翌日、チェックアウトしようと受付に行くと、おかみさんがいた。気まずいなぁと思いつつも近づくと、おかみさんが愛想よく。おはようございます。ゆっくり眠れましたか?と言ってくれたので、何事もなかったかのように、はい、と返事した。チェックアウトの手続きをしている最中に、侵入者の子供のことを伝えてみた。昨日の夜、子供が庭に入り込んでましたよ。そう言うと、おかみさんはピタッと手を止めて。子供?と、引き返してきた。俺が、はい、と言うと、おかみさんが自分の携帯から写真を見せてくれて。この子ですか?と、聞いてきた。その写真には若い頃のおかみさんとおぼしき女性と、まさに昨日見た子供が写っていたので、そうです。この子です。おかみさんの子供ですか?と聞いた。しかし、おかみさんはその質問に答えず、静かな声で。そうですか。また来ていましたか。すみません。とだけ答えて、チェックアウトの続きを始めた。よく考えたら子供は昨日見たままなのに、写真のおかみさんは若い。深く考えるのはやめようと思い、それ以上触れずに宿を後にした。帰りの車の中では、ただただ罪悪感に苛まれた。あの子が幽霊であれ、あんな小さな子に、ハードな大人の遊びを見せつけてしまった。大人失格だ。今思い出しても恥ずかしい。ごめんよ、おかみさんと子供の何か。これが俺の人生唯一のオカルト体験だ。
今も罪悪感を感じるが仕方ない。俺のせいではない。